豊橋市役所から重要なお知らせです。資源化センターの焼却炉3基のうち1基が故障により緊急停止しました。復旧までの間、家庭ゴミのすべてが処理しきれず、ゴミが溢れてしまう可能性があります。ゴミの分別にご協力をお願いします。生ゴミ、新聞紙や雑紙などの紙類、プラマークゴミ、ペットボトルは燃やすゴミの中に入れないでください。こんにちは、豊橋商工会議所の大野です。本日は保健所保健センターホイップからお送りいたします。皆様まだまだ暑いですが、熱中症等お気をつけください。それではまずはじめに、豊橋、総合動植物公園で行われた、ノーホイファンナイトランの様子をご覧ください。ノーホイファンナイトランは豊橋総合動植物公園内に設けられた1周 1.8 キロのコースをチームで走るリレーマラソンです。はい、はい、どうも。部門は3時間でどれだけ周回できたかを競う一般の部と、いかにユニークでインパクトのある衣装で走るかを競うコスプレの部の2部門あり、参加者は思いっきり走ろうと意気込んだり、とにかく目立とうと仲間同士でコスプレをしたりしてマラソンのスタートに備えていました。せーの、私こそ優勝するぞ。今日は1位を取れるように頑張りたいです。今日は3位までになれるように、3位まで取れるように頑張ります。あたいたちは泥棒よ。コスプレで捕まえるぞ。コスプレ賞取ります。おコスプレ初めてですけども、頑張って走ります。大きいリュック作りました。カメラも作りました。頑張るぞスタートー。ランナーたちはスタートの合図とともに勢いよく走り始めました。オレンジ色のアフロ転げ。オレンジ色のアフロ。目玉の親に邪魔。目玉の親に邪魔。コース途中には毎年恒例のかき氷食べ放題ゾーンや、全長8メートルの恐竜が水しぶきを上げるスプラッシュゾーンなど、さまざまな仕掛けやアトラクションが用意されており、ランナーたちを楽しませていました。また今年は遊園地ゾーンが新しくコースに追加されました。遊園地ゾーンでは勢いよく噴出するシャボン玉の中を走ることができ、ランナーたちはシャボン玉を全身に受けるなどして満喫している様子でした。かき氷ゾーンや給水ゾーンなど各ポイントには豊橋西高校の生徒がボランティアスタッフとして参加しており、懸命に走るランナーたちに声援を送っていました。冷たくて美味しい。とても暑いです。かき氷あって本当助かりました。みんなで同じ衣装を着て走っているのですごい楽しいです。日が落ちてくると園内はプロジェクションマッピングや遊園地のライトアップによって幻想的な世界に変わりました。参加者は走りながら、いつもとは違う夜のノーホイパークを楽しんでいる様子でした。300チーム、およそ2000人のランナーが参加して、思い思いの走りを楽しんだノーホイファンナイトラン。参加者たちにとって夏のいい思い出となったようです。皆様コスプレをするなど思い思いにリレーマラソンを楽しんでいましたね。続きましては、豊橋市中消防署で行われましたワークショップ消防団 PR 事業をご覧ください。地域の安心
安全を支える消防団の中で女性の視点を生かした防災啓発や救命講習などで活躍する豊橋市消防団女性分団は8月4日土曜日、豊橋市中消防署を会場にして消防団の PR 活動を行いました。はじめに防災無線による避難訓練を実施した後、消防団員が怪我をした際の応急手当のやり方を寸劇を交えて紹介しました。地震大きいとね、救急車たくさんみんな声かけちゃうもんね、来れんかもしれんね、どうするね、どうする。新聞紙を添え木に使ったり、台所のラップを止血に利用したり、買い物袋で腕を支えたりと、日用品を使った応急手当を実際に披露して参加者の理解を深めました。そうですね、小さいお子さんでも分かりやすいようになるべく説明をするように心がけて、でも年配の方にも楽しんでもらえるように内容を入れたと思います。そうですね、私たちはね、普段練習を重ねて皆さんにね、こうやってお知らせをしています。今日のできていますかね、皆さん自分のできる範囲内で一生懸命できたと思いますので、はい、大丈夫だと思います。はい。その後ワークショップとしてプラスチックの板を利用したアクセサリー作りが行われました。参加者はプラスチック板を好きな形に切り取り、オリジナルのアクセサリー作りを楽しんでいる様子でした。また消防団員がアクセサリー作りのアドバイスをする場面も見られ、参加者との交流を深めていました。想像通りできて嬉しかったです。すごくためになりました。自分自身もやっぱり家族がいるので、何かっていう時に周りの方ももし怪我した時に応急処置ができるように、自分もちょっと勉強したいなとは感じました。初めて知りました今回、はい、でやっぱり女性ならではで、そうですね、お話とかもやっぱり女性目線でとかっていうところもあったので、なんか身近に感じられてすごい良かったです。私たち女性消防団は今ご覧いただいた PR 活動のほかに、普通救命講習、防災啓発活動などを行っております。豊橋市消防団では随時団員を募集しておりますので、皆さん興味がある方はぜひ消防本部総務課までお問い合わせください。ありがとうございました。防災について改めて考える機会となった豊橋市消防団女性分団による消防団 PR 事業でした。皆様楽しみながら消防団の活動について知ることができたようですね。続いては健康経営セミナーについてお知らせをいたします。8月29日水曜日、豊橋商工会議所406会議室を会場に健康経営セミナーを開催いたします。健康経営とは、社員の健康を重要な経営資源と捉え、積極的に健康増進に取り組む企業経営スタイルです。企業が健康経営の理念に基づき社員の健康保持・増進を行うことは、生産性向上や労災事故削減のみならず、企業のイメージアップによる採用力強化など様々な効果があり、ひいては企業業績の向上にも寄与するとして注目を集めています。本セミナーでは皆様に健康経営への理解を深めていただけるよう、健康経営への具体的な取り組み方法や成果を上げている企業の事例をご紹介いたします。参加費は無料で、募集人数は70名となります。申し込み方法など詳しくは豊橋商工会議所までお問い合わせください。皆様、健康経営セミナーにぜひご参加ください。さて、今週の豊橋ナウはいかがでしたでしょうか。来週もお楽しみに。続いては街角ナット田原です。